オスマン帝国海軍のノルデンフェルト級潜水艦、アブデュルハミトは、水中から魚雷を発射した、最初の潜水艦である。アブデュルハミトは、1886年に、イギリスのバロー老造船所で建造された、潜水艦で、オスマン帝国海軍が購入し、当時のスルタンであるアブデュルハミト2世の名前が、与えられた。世界で最初に、水中からの魚雷発射に成功した。 潜水艦である。スウェーデンの実業家で武器商人であるトールステン・ノルデンフェルトは潜水艦設計者のジョージ・ギャレットと共同でノルデンフェルト式潜水艦を開発した。1885年9月21日、オスマン帝国武官を含む39人の招待者の前でその第1号艦のデモンストレーションが実施されたが、結果は大成功とは言えなかった。 しかし、ギリシャは、ノルデンフェルトアイを購入した。軍事的というよりは、オスマン帝国に対する、政治的判断だと考えられる。一方、1877年から1878年の、ロト戦争で敗北した、オスマン帝国は、軍の能力向上のために真剣な努力を払っていた。当時のスルタニアブデュルハミト2世は、 改革派の多い海軍を彼の権威に対する脅威で、あると恐れを抱いていたが、戦後は南化し、海軍大臣のボズジャーダル、ハサン・ヒュスニュ・パシャに潜水艦の購入を認めた。バルカン諸国海軍の急速な近代化と、ギリシャ海軍が潜水艦を購入したことも、潜水艦の導入を後押しした。ノルデンフェルトは、第1号艦よりやや大きい。 蒸気エンジンの潜水艦である、ノルデンフェルト2を、バロー造船所で建造した。1886年1月、オスマン帝国はこのノルデンフェルト2を購入し、アブデュルハミトと命名した。価格は1万1000ポンドであった。バローでは、ノルデンフェルト4も建造され、ロシア帝国に販売されたが、開港中に、ユトランド半島沖で座礁してしまい。 ロシアには届かなかった。アブデュール・ハミトは、1886年4月に、浸水したが、一旦解体され船で、イスタンブールに運ばれた。設計者であるギャレットの監督のもとに、イスタンブールの金閣湾沿いの多宿作、海軍交渉で再組み立てされた。同系艦であるアブデュール・メジトも後に、オスマン帝国海軍に加わった。アブデュール・ハミトは、 金閣湾に並んだ多くの交換の前で1886年9月6日に再び浸水した。最初の選考は1887年2月に行われた。それぞれ20秒間の3回の選考試験は共に成功で阪球場の公開使用操縦席以外は全て水没した。1888年初頭の別の試験では 金閣湾の出口である、サライブルヌ沖の強い潮流を突き切って航行したが、速度は10ノットであった。また水中からの魚雷攻撃により、古い標的艦を撃沈した。イズミット海軍基地で、さらに試験が続けられ、1888年3月24日に、正式にオスマン帝国海軍の所属となった。 ギャレットは1年に1ヶ月、無料で上院を訓練し、また戦争になった場合は従軍すると申し出た。これに応えて、オスマン帝国はギャレットに名誉海軍少佐の地位を与えた。アブデュル・ハミトは、石炭を燃料とする250馬力のラム式、閉鎖サイクル蒸気エンジンで短軸スクリューを駆動した。3 5 6ト、mm、ルの魚雷を日本発射管に収め、 3 5トル機関砲も2門装備していた。石炭搭載量は8トン、深度160フィートまで先行できた。全長は30.5メートル、全幅は6メートル、重量は100トンであった。通常の乗員は7名で、水上速度6ノット、水中速度4ノットであった。先行時には、乗員はボイラーを止め、煙突を引き込む必要があった。 水上航行中に蒸気蓄圧タンクに蒸気を貯蔵しておき、それを使うことにより短時間ではあるが水中を航行できた。複数の魚雷発射管を有していたが、当初はすべてデッキ上に置かれていた。当時としては革新的な技術ではあったが、戦闘での使用には無理があった。速度、航続距離ともに不足で、バランスも良くないため、 正確な魚雷発射は困難であった。イズミットで数回の演習を行った後、1910年には退役した。第一次世界大戦が勃発すると、オスマン帝国の同盟国となったドイツ帝国が、アブディール・ハミトとアブディール・メシとイスタンブールの港湾防御に使うことを検討したが、尖閣の腐食がひどく実行には移されなかった。 両館は1921年に解体された。ありがとうございます。